それでは先生、日焼け止めお願いできますか？先生、よろしくお願いしますね。はい、どうぞ。シロコちゃん、星野先輩。やあやあ、なんだか楽しそうなことをしてるね。何、先輩たちを触ろうとしてるわけ？違うの、セリカちゃん。これは自分たちの手では届かないところに日焼け止めを塗ってもらおうと、私たちが先生にお願いをしまして。え、日焼け止め？そうですよ、セリカちゃん。そうだ、セリカちゃんも一緒に先生に日焼け止め塗ってもらえませんか？何言ってるのよ！もう、私が塗ってあげるから、先生はほら、下がって下がって！シロコ先輩も！残念。それじゃあ、みんなで日焼け止めを塗り合って、精一杯遊んじゃいましょう！気がついたら真っ暗だね。ふうふう、おじさん眠くなってきちゃったよ。あら、先生。真っ黒。そういえば先生は日焼け止め塗ってなかったっけ。綺麗にこんがり焼けちゃったね。ほんとですね。何日かしたら皮むけちゃいますよ。あ、それなら。お待たせ。準備できました。うん、夏の締めと言ったらあれしかないよね。はい。綺麗だね。はい。みんな、先生、また来年の夏も、その次の夏も、みんなで一緒に海に来ようね。